強いのは間違いない。ではサツキはなぜ負けた、府中ならば負けられない、迷えるワグネリアン友道雄教授です。よろしくお願いします。今日はラビスペシャルということで、はい、SKN の松村香織さんにちょっと加わってもらって、よろしくお願いします。松村で、さっきちょっと福永吉にもインタビューしてきたんですけれども、はいはい、その中でもどうしても友道先生にも聞きたいことがあるということで、はいはいはい、すいません、ちょっと一つだけお聞きしたいんですけども、まあ、前回ですね、初の多投数で、はい、出走されてちょっと残念な結果になってしまったんですが、今回も多投数ということで、その辺はどういう作戦でいこうとかはあるんですかね。まあ、前回多投数でその折り合いが書いたわけでもないんで、はい、まあまあ、多投数になっても大丈夫だと思いますよ、今回。うん、ということは範囲は多投数でも ないと思いますよね。やっぱり、はい、ババとか、うん、まあ、位置取りとか、競馬のレース配分ですかね、まあ、いろんな要因があったと思います。ここまでデビューしてからワグネリアンの一番ベストレースというのは先生から見てどのレースが一番ですか。やっぱり新馬と東京ですからね。東京スポーツ杯の、うん、東京スポーツ杯、東京スポーツ杯は本当にもうちょっと僕らは、うん、来年はワグネリアンの時代やなと思ってしまいましたけどいや僕もそう思いました。思いましたよね。まさか、まあ、次から次から、まあ、強い馬も出てきましたけれど、うん、ちょっとこの今年に入ってやっぱり伏線というのはあの時の僕らの印象からするとどうしたんやろうなっていう感じがありますけど、まあ、今年に入って2回走ったんですけども、うん、まあ、初戦の弥生賞は、まあ、はい、負けはしたんですけども、うん、まあ、あの馬の競馬はしたと思うんですよ。皐月賞も、まあ、自分の力を出したと思うんですけども、さっきも言ったように、まあ、いろんな馬場とか位置取りとかペース配分とかもあって、もともとエンジンのかかりが遅い馬なんですけども、結局エンジンかからずじまいで終わっちゃったんで、まあ幸い疲れも残ってないんで、いい感じでダービーには迎えられると思います。間違いなく中山より縁向きですもんね。それだけ間違いなくもね。もう新馬ね、ちょうど1年ぐらい前ここに入ってきたんですけども、もうその時からもうやっぱり中山よりもやっぱり東京のね広いコース方が合ってるなと思って、ここを目標に来ましたね、1年間。松村さん、雄一君は何か言うてましたよね。雄一君から聞いて、何聞いてましたっけ。忘れたんだよ。忘れてないですよ。何聞いたの。トラウマ。トラウマじゃないな。ワグネリアンの皐月賞は、大外分回しても。そうです。ごめんなさい、もう。じゃあそこから。福永さんに、大外行くんですかって聞いたんですよ。ダービー。あ、そのダービーはさ、でも大外行っても行けるぐらいの力を持ってるって言ってたんですけど、でもロスなく回る道を考えたいですっておっしゃってました。おっしゃってました。YouTube 曰くやっぱり皐月賞の時は大外分回しても若手にやったら勝てるんちゃうかなというぐらいのやっぱり能力を感じてたけれど、そうではなかったから今回はやっぱり少しレースは考えないかんかなということを言ってたんです。やっぱりね、うん、まあ、結果論として、まあ、どんな競馬しても勝てばいいんですからね、はい、やっぱり打ち回ってすごくいっても勝ちは勝ちなんで、ね、でもまあ、うん、さっきも言ったけど、その中山と東京ではね、全然直線もね違うんでね、うん、あの馬にとってはもう競馬はしやすいと思うんで、うん、まあ、エンジンかかり遅くても直線長いんでね、その分しっかり伸びてきてくれると思います。まあ、今年のクラシック戦線は本当はワグネリアンと、うん、そしてそのワグネリアンに勝ったダノンプレミアムを中心に回るだろうと皐月賞前まで言われてましたけど、今回のダービーいきなり群雄割拠なイメージが出てきたのは、うん、ワグネリアンの前走のやっぱり大敗がね、ちょっと僕らやっぱり不安としてもこれ大丈夫かなと思うけど、大丈夫ですよね、あれじゃないですよね、本当に大丈夫、全然大丈夫ですよね、うん、府中ならったらワグネリアンに変わりますよね。全然大丈夫、うん、全く信じて大丈夫ですね。雄一にやっぱり G1 っていうかダービー取らせたいですよね。いや本当に関係者とそれをずっとデビューの時からね、そういう話をしてて、うん、本当に新馬買った時から金コーナーと話をして、はい、やっぱりダービー取るにはどうしたらいいかって、だからダービー目標にね、うん、じゃあダービー目標にローテーションを決めていきましょうって感じで、うん、新馬買った時からもう次はここでじゃあダービー、はい、まあ着順云々もあるんですけども、本当に予定通りここまでダービーに向けての、ね、ステップレースは進んできたと思うんでね、
まあ、それに応えて馬もすごく成長してくれてるんで、あとはもう競馬行ってね、福永ジョッキーに任せるだけです。それでは最後に抱負をお聞かせください。本当に1年前、ちょうど1年前に中京でデビューして、ここまでこのダービーを目標に来て、本当に最高の状態でね、来週のダービーを迎えられると思います。で、まあ馬もそうなんですけども、やっぱり福永ジョッキーもね、なんとかダービージョッキーになってもらいたいと思って、僕ら一生懸命頑張ってます。あとは、ファンの皆さん、応援よろしくお願いします。ワグネリアンの友道調教師でした。ありがとうございました。ありがとうございました。